遅い。いつまで待たせるつもりよ。投げ捨てられた恨み、絶対に忘れないっち。ごめんみんな。リュウは気にしてませんよ。どこに行ってたんだ。それは。あら、言い訳の次は隠し事かしら。往生際が悪いわね。自警団に会ってたんだ。なんですって、なんで私を連れて行かなかったのよ。ごめん。せっかくの復讐の機会が。当然壊滅に追い込んだのよね。いや役立たず。はあ、もう呆れたわ。それで朝日さん、自警団さんに会って何か分かったのでしょうか。まあ分かったといえば分かった。自警団は確かに動いていた。でも俺たちとは違う何かを追っているみたいなんだ。俺たちと違う人ってことか。それじゃあ母さんは妄想者じゃないのでしょうか。かもしれない。自警団の話よね。きっと私たちを欺くための嘘よ。だけどよ、あいつらがそんなに面倒くさい真似するか。団長さんだったら直球勝負を仕掛けてきそうですよね。自警団はたどり着いているのかもしれない、俺たちが気づいていない答えに。だとしたら今からもう一度怪しい人を探すの。そうしたいところだけど、もう秋葉も人が減ってきちゃったからな。じゃ今日は解散するか。でしたらまた明日のお昼頃ここに集合しましょうか。明日もう一度ハーブさんに話しかければ妄想者かどうかはっきりしますしね。まあそうしよう。それじゃあみんな、今日はお疲れ様。あれ、お姉さん。よかった、ずっと探してたんだよ。どうも久しぶりです。と言っても日付上は久しぶりじゃないけどね。そっか、そうですよね。ねえ朝日くん、よかったら少しだけ愚痴らせてもらえないかな。え、愚痴？俺にですか？そうだよ。だって朝日くんニートだから暇でしょ。それは関係ない気が。ダメかな。まあ別にいいですよ、どうせ帰って寝るだけですから。だけど愚痴りたいって何かあったんですか。まあね、大人にもそういう日があったりするのよ。それじゃあちょっと待ってて。え、どこ行くんですか。ちょっと待っててね。ああ、はい。お待たせしました、朝日くんの分はこっちね。はーい、乾杯。乾杯。あー、美味しい。やっぱり缶チューハイは氷月に限るね。で、俺の分はミスターペッパーですか。お酒はね、大人になってからだよ。それじゃあお姉さんの愚痴でも聞いてもらおうかしら。はあ、わかりましたよ。暇人ニートでよければいくらでもどうぞ。私にはね、昔から仲のいい友達がいるの。幼馴染っていうのかな。何をする時でも一緒だったんだ。校庭でサッカーボールを追いかけたり、河川敷でキャッチボールをしたり。随分アクティブですね。小学校で出会ってからずっと一緒だった。中学校も高校も大学は別々だったんだけどね。同じ春に上京したんだ。だからね、ずっと一緒にいられると思ってた。思ってた。春には満開の桜並木で自転車を二人乗りなんかしちゃってさ。夏は町内会のお祭りの夜だったかな。こっそり花火を始めておまわりさんに怒られたり、秋には落ち葉で焼き芋してさ、ぼや騒ぎとか起こしちゃったっけ。冬は寒いのにさ、ずっと一緒に雪だるま作ってたんだ。そう、
ずっと一緒にいられるって思ってたの。そんなに仲良しなのに。時間は人を変えちゃうの。もしかしたら環境のせいなのかもしれない。だからね、ずっと変わらないでいられる、ずっとあの頃のままでいられるなんてできないの。いつかみんな大人になって、そしてそれぞれの道を歩き始めるんだ。もしかしてその幼馴染と喧嘩してるんですか？喧嘩っていうのかな、本当に些細なすれ違いなのかもしれないな。仲直りはできそうにないんですか？どうだろう。本当は仲直りしてほしいんだけどね。え？幼馴染に謝ってほしいってことですか？ああ、ごめんごめん、ちょっと間違えちゃった。本当は仲直りしたいんだけどね。もうお姉さん、一缶で酔ってるんですか？大丈夫だよ。そういう朝日くんこそ、私のことそろそろ思い出せたかな？それは…もうひどいな。でもありがとうね。朝日くんと話したら少しすっきりしたよ。いや、このぐらいだったら別に。それじゃ、そろそろ帰ろっかな。仲直りできるといいですね。朝日くんもね。え？それじゃ、またね。俺も？どうしたっち？いや、まさか。休憩ポイントっち。オイラは疲れ。朝日、どうしたっち？どうして？瑞希、いいこと思いついた。俺を後ろに乗せればきっと早い。もう怒られちゃうよ。ここは通学路なんだから。いいからいいから、ほら背中は俺に預けろ。だったら朝日が漕いでよ。背中は僕が預かっておくね。おい瑞希、なあこれを見てくれよ。夏の風物詩だ。は、どうしたの？そんなにたくさんの花火なんか持って。屋台のおっちゃんがくれたんだ。祭りの後にやろうぜ。もう朝日、お祭りだからってはしゃぎすぎないようにね。大丈夫大丈夫、裏の空き地ならバレたりしないって。おまわりさんに見つかったら素直にごめんなさいするんだよ。ん？何持ってるの？嬉しそうな顔しちゃってさ。聞いて驚け、芋をもらったぞ。今日は焼き芋だ。焼き芋ってどこでするの？まさか空き地でするつもりじゃないよね？もちろんそのつもりだ。あそこなら落ち葉もいっぱいあるからな。やっぱり、もしものためにバケツは用意しておこうね。アクション！なんでそんなに薄着なの？冬なんだからマフラーくらいしなって。このくらい余裕だって、俺は太陽なんだからな。震えてるように見えるけど気のせいかな。気のせいだって、俺は雪になんか負けたりしない。気のせいだよな。おい朝日、さっきからどうしたっち？はあ、返事がないっち。もう知らねっち。よし、全員揃ったな。全員揃ったな、じゃないわよ。一番遅れてきたくせに。これだからニート。朝日さんが一番早かったら逆に心配しちゃいますって。ああそうだろう。でどうするのよ？俺と琴美はもう一度母部さんに会いに行こう。リッピョンとヤマトはここを見張っていてくれ。了解です。
さっさと行ってこいよ。なんで今日もあんたと一緒なわけ。よし、それじゃあ行こう。ちょっと待ちなさいよ。私は間違っていなかった。家電の時代は永遠だ。私の選んだ道は間違ってなかったんだ。昨日と同じだな。ってことは、あの社長は妄想者じゃないってこと。よし、慎重に話しかけてみよう。気づかれちゃったじゃない。ちょっとマナーモードにしときなさいよ。こんな時に誰だ。リッピョン。あ、朝日さん。どうしたんだ。妄想宮の入り口です。入り口が出現したんです。え、入り口が。さすが朝日さんと琴美さんです。ちょっと待ってくれ、すぐ行く。入り口が現れたのね。まあ、急いで戻ろう。あるわね。どうして入り口が現れたんだ。え、お前らじゃないのか。違う、俺たちじゃない。私たちはまだ何もしてなかったわ。それに母部さんは昨日と全く同じ様子だった。じゃあどうして。本物の妄想者が動揺したってことか。それじゃあやっぱりあの社長は妄想者じゃなかったってことなの。俺たちは追うべき相手を間違えてたみたいだな。だけどきっと大丈夫です。この中にはまだ誰も入ってないと思います。よし、行ってみよう。待ちなさい。琴美さん、この中に入ってどうするつもり。それは壊すのか守るのか、それはあんたたちが決めなさい。わからない。何よそれ。だけど壊させるわけにはいかない。行こうみんな。セーブポイントっち忘れずにしとけっち。まだまだ敵を4体発見っち。飛ばしてやっちゃうっち。これで楽勝。まだまだパッチや。これでぶっ飛べ。やるだろ。でもやるだろ。4体しか倒してないっち。敵を発見っち。逃げるなら今っち。はっ、お宝の匂いがするっち。さっさと探せっち。残り2体。みんな頑張れっち。
泣きにゃ発揮する3年生が足を投げてやるだろ楽勝だでまだまだ重い楽になる逃げる準備を進める残り1対1袋叩きにするかかってこいよ。敵を4体発見地楽にやっちゃらっち楽にやっちゃらっち楽にやっちゃらっちやるだろあと2体地踏ん張りどころっち楽勝敵がいるっちオイラは戦いたくねっちお宝の匂いがするっちまだまだ敵がいっぱいっちなんで飛ばしてくれこれもまだまだやるだろ仕事したっちもっと頑張れっち楽勝気が減ったっちできないっち